ファンラフチャンネルでございます。ティアロン太郎でございます。ヤノヤノヤでございます。まあちょっと角田裕貴じゃ弱いかな。なんでどうした急に。いやいや、あのホーナー選手がねちょっとサージェントに噛みついてるわけですよ。どこにでも噛みついてた最近。コストキャップが落ち着いたと思ったら、まあ、うん、まあ噛みついてるっていうか、あのまあ今アメリカでやっぱり F1 ものすごいブームになってる中で、まあ、ウィリアムズがよし、まあ、アメリカの会社が買収したし、うん、よしじゃあアメリカ人乗せるぜっつって、うん、大盛り上がりですよね、うん、これ中島悟が F1 デビューと同じじゃないですか。だからサージェントを乗せて、うん、まあ確かにその我々の世代であればそうね、うん、F1 が盛り上がってきてフルタイムドライバーが久しぶりですよ、誕生アメリカ人のフルタイムドライバーが久しぶりに誕生したぜ、うわーって盛り上がって、よし俺が国のドライバーだ、今年はサージェントいくぜとはでは なってないよねっていう。まだならないでしょ。これからでしょうよ。まあ、ホーナー選手がね、ダメなんだよと、チャンピオン争いをするようなドライバーチームじゃないと盛り上がらないし、うん、まあやつはせいぜい14位15位ぐらいを走るドライバーだろうと、うん、チームだろうと、そうすると人々の心は動かないんだよ、うん、頑張れサージェントとはならないんだよ。ほなお前とこ乗せたれや。レッドブル乗せたらすぐ解決じゃないですか。いきなり優勝争いするんでしょ。何を言ってるんですか。でまあこう言ってたんで、ちょっと待ってよと、うん、そんなそれになんか近しい環境に僕ちゃんいないかったですかってふと思っちゃったわけですよ、うん。なんだそれは、うん、じゃあその他勇気もダメってことかよみたいな、うん、っていうちょっとホーナー選手への、怒り。そうだ、勇気では人々の心は動かせないと、うん、レッドブルドライバーだぞ、まあね、サージェントじゃ心は動かせないよって言ってるってことは、うんね、優勝争いしてない角田では日本のファンの人たちの心は動かせないよって言ってるってこと、いや動かせてますけど、うん、何かそれってあなたの感想ですよ ねサージェントもアメリカ人の心動かすかも。日本グランプリ来なかったんだっけ、ホーナーさん。来てますよ先生。トト選手は来なかったけど、後の選手はね、うん、そう見たでしょ、あの盛り上がり。だからレッドブルホンダに盛り上がっているだけで、角田に盛り上がっているわけではないと。いや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 、もうだってもうあの金曜日の一発目出てきた時にもうみんながうわーってもう、ね、おかえりっていう。おかえりはもう木曜日から帰っとるわよ。いやまあそうなんですよ、だから日本人はその勝つドライバーを見てきてないから。そうなんだよね、ね、うん、それはだからマックスと比べられたら困りますよね。もちろん角田裕貴がマックスみたいに勝ちまくってチャンピオン争いしてたら、うん、もっと盛り上がりますよ、うん、多分その鈴鹿の10万人とか F1 ファンの何万人じゃなくて、うん、日本全体がわーってなるとは思うんですよ ね、うん、大谷翔平みたいな、うん、すげえやつがいるらしいぞっていう、うん、みたいな、うんうん、そういうところまで行くにはやっぱり優勝争いとか、うん、チャンピオン争い、まあ、そのカテゴリーでトップに日本人が立ちましたっていうのがないと、まあ、一般のニュースには取り上げられないし、ね、盛り上がらないかなとは思うけれど、うん、まあでもホーナー選手そこまでのことは言ってないと思うんで、 F1 の中で盛り上がるかどうかっていう、うん、別にアメリカだって確かに盛り上がってるけれど、うん、3億人いるアメリカ人が全員 F1 を知ってるかと全然知らないと思いますよ。知らない知らない、うん、それだと F1 の知名度は日本の方が全然高いと思うんで、うん、まあ、そういうことで言うと別にサージェントがチャンピオン争いしなくてもアメリカ人が走ってるっていうだけで必ず注目度上がると思うし、うん、で F1 ドライバーザーっている中で誰を応援するかってやっぱアメリカ人を応援するんじゃないかなと思いますけどね、うん、そしたらアメリカでの F1 ブームはさらに強くなるんじゃないですか。その F1 ブームの、うん、まあ、大きな部分を担うことになるんじゃないですかね、サージェントは。でもまあホーナーさん、これなんで突然言ったのかしらけど、まあ、この間のニューヨークで発表会やったから、その時にアメリカ人の記者かなんかに論点ずらしたんだ、うん、サージェント君はどうですかね、ホーナーさんから見てって、 F1 ブームをやっぱりこれから牽引していくスターになりますかねって聞いたんじゃないですか、うん、そうだね、彼は若いからね、いずれ僕のチームでも走ってくれたらいいよねぐらいで収めておけばよかったもんね。ついつい言いたくなっちゃう、ついつい言っちゃったんだ。まあでもアメリカで どうなんだろうね。でもスペインのフェルナンドやメキシコのチェコに起きたような反応が見られるはずだって、うん、じゃあすげえことになるじゃん、オラが国の大スターじゃん。でも別にアロンソもトップ争ってないし、チェコもトップ争ってないですけどね、デビュー当時でしょ、うん、
別にレッドブル来てからもチェコは別に優勝争いしてないですけど、してないね。メキシコでも優勝争いしてないですけど、してないね。メキシコグランプリで優勝争いしたこと一回もないんですけど。だからザウバーでデビューした時にメキシコうわーってなったんだっけ。いや結構なったんですよ。なったんだ。でメキシコグランプリ復活して、復活した当初から結構すごかったんですよ。まだフォースインディアで走ってて、じゃあ全然だったけど、うん、やっぱ彼がきっかけになってるのが間違いない。メキシコの F1 ブームはもう間違いなくチェコなんだ。へー。だからそうやって一人来るだけでも全然違うっていうのは、でもそれこそ日本もそうじゃないですか。いいよね、中島がいたっていうのが大きかったんじゃないですか。でもね、チェコ選手は勝てるとこまで来てくれたわけじゃん、うん、我が国と来たらね。わかんないです、今年の夢の表彰台になっちゃう。これから急激になんかパフォーマンスを上げて優勝するかもしれないです。まあでもそう、忘れちゃいけない、我々は角田裕毅が F1 に上がった時に夢を見たんですよ、うん、こいつだけは違うまだ証明する機会がもらえてないだけだ。もらえてないだけ、うんうん、どうやってアルファタウリでこの証明するチャンスを、ガスリーだって全然証明できなかった、まあ、まだ1回勝ったじゃん。1回勝ったけどあれはだいぶ前の話ですよ。去年のアルファタウリ見てごらんなさいよ、うん、だからもう奇跡でいいから1回もう、だからもう日本人が勝つとこ本当生きてる間に見てみたい、うん、まあサージェント選手ですからね。中継とかでも出てくるのもなんかお姉ちゃんが踊ってたりとか、そんな絵ばっかり出てくるから、どうしてもなんかそのお姉ちゃん踊ってる絵ってなんだろう、要はパリピな映像とか、うん、その盛り上がり方が、うんうん、だからなんかドライバー、そうそう、オラが国のドライバーを応援するっていうような空気感はちょっと今のところ情報としてはデータ的には感じられないんだけど、まあ、今までオラが国のドライバーいなかったから、からいた時にどうなるかっていうのが、うん、まあね。でもなんだかんだアメリカでも、人気があるドライバーってハミルトンとか、うんうんうん、リカルドとか、やっぱり英語圏のドライバーだと思うんですよ。あ、そうだ、ね、英語圏でなんかちょっとアメリカ文化にこう、ね、親しみがある人が結構人気高かったんで、うん、だからそういう意味ではサージェントってアメリカ人がいればやっぱりなんか問答無用でなんか正常期掲げそうじゃないですか、うん、なんかもうだからウィリアムズももう去年リバリーだけ出したじゃん、正常期のカラーの、うん、もうあんな感じでもうアメリカだっつってやったらよ。それハースじゃないですか。あれハースだっけ。あれウィリアムズもなんかリバリーだけ出さなかったっけ。マイアミの時ですかね、うんうん、まあやるかもしれないですよ、そういうのちょっと盛り上げるために、うん、まあ、それでねサージェントがうまくいけばまた2人目3人目とアメリカ人出てくるから絶対、まあ、そういうこともあるかもしれません。サージェントがアメリカの中島さんになるかもしれない、まあ、もちろん過去にアメリカ人いましたけどいっぱい、うん、でもそんなに成功してないじゃないですかアメリカから来て、まあ、だからそういう意味では日本人ドライバーもしてやっぱり分母が小さいからやっぱなかなかその中から当たりが出るって、うん、多分マリオ・アンドレッティぐらいじゃないですかアメリカ人で大活躍っていうのは。あ、そうなんだ。それは田野さんが見たことあるアンドレッティのじゃない、おじいちゃんの方ですね。さらに昔ってことだよね。いや、おじいちゃんですよ。おじいちゃん、ね、78年チャンピオンとってる。はい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 、うん、でそれ以来出てないってことね。チャンピオンはね、チャンピオンはね、なるほどね。息子は全然ダメでしたからね。ダメでしたからね、うん、まあでも今息子が頑張ってるんでしょ。そうですね、うん、まあ、だからチームを応援しようはな多分ないから、はいはいはい、ハースを見ても分かる通り、まあ、確かに確かにびっくりするくらい応援されてないよね、うん、そんなことないけど応援してる人はいるけど、いるけど、まあ、でもドライバー、うん、やっぱりドライバーじゃないですか。そこはあ言うてそこはドライバーなんで、そうね、まあ、そこは今年サージェントでどう変わるか、またこれだから後でホーナー選手がまた謝る案件かもしれないですね。ああ、なるほど、うん、ああ言ったけどごめんって間違ってました、うん、サージェント君ごめん、一回テストしてみたらどうだうちで、うん、いいね、うん、お詫びにフォードタグ組むから。ああそうだよ、その勇気でも人々の心は動かせるんですよ、うん、いや全然全然動かしてるでしょ、うん、まあ、いい方にも悪い方にもね、うん、まあ、だからいい車用意して古文に言っといてくださいだからね、うん、まあ、だから日本はねまたこれから今年は盛り上がりますから、去年ダメだったんで今年は車がいいですから、車が良くて活躍してわーっとなる、まあ、でも別にこれホーナー選手がツノッチのことを言ってるわけじゃないし、あくまで言ってるのはサージェントのことを言ってる。サージェントじゃ人々の心を動かせない、うん、なぜなら14位15位走ってるから、うん、だからうちもかよって噛みついたっていうことだね、田野さんがね、うん、だから目にもの見せてあげましょう。14位や15位で走ってるけど、うん、日本人の心動いてる、動いてる、動いてるそうじゃなくてっていう優勝できる車に乗せてよっていう
そうだよ、それこそうちに乗ってみるかいって言ってくれよ、ね、近くにいるんだから。オタクがマックスウェル・スタッペン甘やかしてるからでしょう、本当だよ、そうだよずっと甘やかしてるからでしょう。確かに確かに、ホーナー選手の心を動かせばいい、動かせばいい、うん、まあ、ホーナー選手動かしてもマルコさんを動かさないと逆にマルコさんさえ動けばもうレッドブル乗っちゃうからね。ああ、ホーナー選手が嫌だと言っても、だからマルコ G のお気に入りだけど乗れてないってことはまだ何かが足らないってことだね。まあまあ、マルコさんの心をさらに動かし、うん、なおかつ乗せますよ、いいですよねって言った時に、はいってみんなが言わざるを得ない実績がないと、やっぱり今マルコさんがいかにお気に入りで、ああ、そうかそうか、わしがの一存で乗せるんじゃって言っても、うん、いやマルコさんでもアルファタリー全然結果残してないですよね、うん、こんなにぶつけてますよねって言われたら、そこがやっぱ反論されちゃうじゃないですか、うん、反論させない実績と、はいになっちゃうから今だとねとマルコさんのしっかりとした推薦っていうのがあれば、そういう意味ではサージェントよりも角田君のはレッドブル勝てるチームに近いところにいるんだから、ね、ああ確かに確かに、ということでね、まあ、ちょっと自分たちのね、あのショーがあまり良くなかったからついつい論点をずらしてしまったんでしょうけれども、はい、まあ、レッドブルフォード頑張ってねということで、うん、まあ、でも気づいたらサージェントが乗ってるかもしれないんで、はい、アメリカのブームに乗って、はい、サージェントもホーナーも頑張れ、頼んだぞと思われた方、いいねボタン、チャンネル登録、ナイスパーカーは残りわずか。ありがとうございました。